ご飯できた？こんな感じで。ご飯、その焼きそば、ペヤング、ソース焼きそばじゃなくて、まるちゃん、なんとか焼きそばです。とりあえず、試作品です、これ。これに、iPad をこう入れて、ここが立っちゃうかな。うん、こんな感じで OK。 で、後ろはどうなってるかっていうと、これなんかね、なんだこれ、漆塗りの陶器のここです。これに使うのがこれ、よくこれ作っていい？水道管で使うやつ。あ、いいよ、作って。はい、じゃあおいで。水道管で使うやつを今回こんな感じで固定します。するとこんな感じになります。こんな感じに。あとは、ちょっと重たいかな。これを車の方に固定してしまえば、こんな感じでね。あとは自由に動くんで。ここで固定するのは、ここで固定するのはちょっと辛いから、ここに、ちょっとこの部分かな、をバンドで止めちゃって、で、もしこれを縦じゃなくて横で使いたいとき、3分だって、まーちゃん、これ。はい、ご飯できたんですね。これカーナビで使おうと思って、そのときはこの後ろのネジをちょっと緩めてあげると、はい、はい、横向きになります。こんな感じ。まあこれいくらだろう。アームが、蛇腹のアームが、300円ぐらい ?400 円ぐらいだったかな。取り外しは、こんな感じで、ちょっと取ってしまって。で、こっちの、ここに厚みがあるんで、ちょうどこの部分が、これ水道の2分の1サイズのつなぎ手ですかね、これね。ここ切っちゃいまして、この部分を切っちゃって、あとはここにこうやって入れるだけです。スイッチ、これきっちりにして、あ、取れちゃった、これ取れちゃった、取れちゃいました。これ取り付けるのはこんな感じで、ライターで炙って、しっかり炙ってあげて、あとはここにつけると。しっかり炙らないから取れちゃったんですね。しっかり炙ってつけて、あとはこうやってつけて、はい、こんな感じです。
自由自在に動きます。まあ、こんな感じですね。あとで、臨時に。だいたいこれ、買ってきたのはこの、これが300円。この部分ですね。この部分300円。全部で6個。1、2、3、4、5、6個。6個で、ただこれ逆さまにしちゃうと落ちちゃいますからね。で、カメラはどうやって撮るかっていうと、これカメラね。カメラはちゃんとカメラにすれば、これそっちが映ってる、自分の方が映ってると思うんですけど、外カメラにしても、はい、これ外カメラなんですけど、ちょうどこのここの部分は出るようになってます。あとは車のこの部分は穴が開いてますから、棒に刺してもいいですし、棒に刺しちゃえばこう動かすのが楽ですね。棒ならね、この部分バンドにつけちゃうのがいいのかな。ではお昼ができたので終わりにしたいと思います。じゃあねー。